行しても聞いたスカッカ。突然始まりましたエアプデーをしてもいいですか。この番組は平成初期に生まれたアラサー男性2人が世の中に埋もれていると思い込んでいる名作を発掘して広めていく推し活促進バラエティ番組です。パーソナリティのチャです。そしてゆういちろうです。はい、エアオシショート会、わーい。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、定期的にやるショート会です。はい、今回のショート会のテーマはうちの推しを聞いてくれー。うおー、はい、どんなコーナーなんでしょう。2024年からお便り、投稿フォームの方に新たに増設したコーナーでして、リスナーさんの推しを紹介してくださいというコーナーなんですけども、はい、まあね、僕らだけじゃなくてリスナーさんからも推しを紹介してもらおうという推しに貪欲な番組です。今回はですね、いついただいておりますので、それを紹介していきたいなと思います。はい、さあどんな推しが飛び出してくるんでしょうか。はい、では今回推しを紹介してくれるお友達の名前はガイエさんです。おー、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょっと最初に謝っておきます。はい、すいません、このうちの推しを聞いてくれ、めっちゃ早めに送ってくれたのに何ヶ月も放置してすいませんでした。はい、いつぐらいに送ってくれたんですか。ですね、これ実は去年から設置してたんで、はい、まあ5ヶ月ぐらいですね。ひどい、それはひどい。それはやる機会あったやん。いや、もう一通来たらやろうって思ってで放置してたんですけど、なかなか来ないんで、じゃあもうショートでやっちゃおうっていうことになりました。あ、なるほどね。はい、ちょっと番組の構成上ちょっと仕方なかった部分あるんでお詫び申し上げます。はい、じゃあ早速紹介していきます。はい、実はあんまり推しっていない私ことガイエなんですが、最近久しぶりにできました。おお、どんな推しなんでしょう、ガイエさん。二次三次の VTuber 倉持メルトちゃんと石上のぞみちゃんの2人です。おお、二次三次のお二人ですね。この2人の掛け合いは、掛け合いというより軽いどつき合いで、女性にしては珍しくお互いのことをお前と呼び合っており、いろんなゲーム配信でギャイギャイ言い合いをする仲良く喧嘩スタイルです。おお、2人の掛け合いを見ていると、心の奥底にあるもう錆びついて動かなくなってしまった何か大事な部分が温かくなるような気持ちになるのです。お二人は VTuber とか見てますか。推しとかいますか。教えてください。推しだけにつってな、わははは。石上のぞみちゃんはダジャレが大好きとのことですね。はい、ありがとうございます。まあでもあれですよね、この間ね、ガイエさんにはお便り下手なんていうすごいね悪いツッコミしたんですけど、これちゃんとできるやんっていうお便りでしたね。もうそれも悪口ですからね。はい、あの、まあ、二次三次さんは、実は、あの、エア推しでも一回紹介してる方がいらっしゃって、まあ、プチフルールっていうね、あの、ユニットがあって、まあ、そのプチフルールさんの楽曲である、プリンシパルっていう楽曲をね、一回紹介させてもらったんですけど、はいはいはい。倉持メルトさんと、あと何でしたっけ、石上のぞみちゃんですね。石上のぞみちゃん。おー。で、この二人が、どつき合いの漫才をすると。はい。らしいです。おー、でもそれちょっと面白そうですね。そうですよね。 VTuber は僕はね、本当にあんまり見ないんで。はい、そうですね。二次三次の人だったら、 あの人かな、ジュゲムコさんぐらいですかね。あ、ジュゲムコさんって二次三次さんなんですか。あ、嘘です、違います。はい、あの人ですね、サロメ様をたまに見るぐらい。
ああ、なるほど。いやね、まあ、確かに、VTuber さんの配信結構長いんで、時間がないと見にくいってとこはあるんですが、そうですね。僕結構、チャラさんにおすすめできる VTuber さん何人かいてると思ってて、ほう。まあ、一人は、ジョー・リキイチさん。ジョー・リキイチ?ジョー・リキイチですね。ほう。力に、始め、関数字の1って書いて、リキイチって読むんですね。決してジョーカーではないんですよ。決してジョーカーではなくて、ジョー・リキイチさんなんです。はいはいはい。まあ、このジョー・リキイチさんが、毎週日曜とかかな、ラジオ番組、空中ブランコっていう番組されてるんですけど、はい。結構ね、リスナー参加型の企画が多くて、大喜利とかも多いんですよ。はいはい。で、リキイチさんの、さばきとか、ツッコミがめちゃくちゃうまいんで、はい。これはね、チャーさん結構ハマると思います。ほう。で、あと、まあ、アイブ的に言うと、舞本圭介っていう方がいらっしゃるんですけど、はいはい。この舞本さんはめっちゃアイブファンなんで、たまにアイブの話してくれたりしますね。ほう。で、まあ、あと、普通に、なんか、女の子可愛いよって意味で、チャーさんにおすすめしたいのはお姉さんか。ただね、僕があんまりお姉さん。別に僕に勧めなくて自分の好きなものを言えばいいんだよ。いやいや、だって同じ沼に引きずり込みたいじゃないですか。わー、まあまあ。はい。だから僕の一番好きな、VTuber さんは、雪花ラミーさんですね。わかんないなー。ホロライブさんっていう、とこに所属されている VTuber さんなんですけど、はい。この方もね、めちゃくちゃ、なんて言ったらいいかな、ツッコミがキレあるというか、あと、めっちゃいじられキャラなんで、リスナーさんにめっちゃいじられるんですね。はいはい。はい。で、あと、キャラクターが、なんて言うかね、本人の個性って言ったらあれなのかもしれないですけど、結構ね、めんどくさいタイプの女性キャラなんですよ。はいはいはい。ダルガラミ、お酒、ラミーちゃんお酒めっちゃ好きなんですけど、お酒飲んだらめっちゃダルガラミしてくるんですね。ほー。で、もうなんかたまに酔いすぎて、もう仲間の VTuber に電話かけて、めんどくさがられるみたいな、そういうところがあるキャラクターなんですよ。VTuber の配信中に VTuber に電話するってこと？ああ、そうです、そうです。ごめんなさい。本当に VTuber 見てなくて、へーしか言えないですけど。はい。まあ、普通に、あれですよ、YouTube の配信。まあ、チャーさんってじゃあ、普通の YouTuber って見るんですか？ YouTuber？ はい。ちょっと、登録チャンネル今確認してるんですけど。はい。僕が見てるのが、うんうん。パワプロでいろんな、実験というか検証するチャンネルのポテルス。あれは多分僕の中で YouTuber とは言わないですね。あと、たまに見るのがキリン考察系。キリン考察系？うん、なんかね、都市伝説とかその辺を扱う、なんかキリンの被り物をした変な人です。あー、そういうのは確かに考察系 YouTuber ですね。はい。だからまあ、そういう人が、同じ考察系 YouTuber に電話かけて、二人のなんか番組が始まるみたいな、一瞬だけね。そういうコーナーみたいなのをやるイメージですね。そのナミーちゃんが電話かけるっていうのは。最近好きな YouTuber いるんですよ。はい。これね、本当にまだね、チャンネル登録者数も多くないんでね、今のうちに押さえておいた方がいい YouTuber がいるんですよ。はい。僕らが、本当に試みの地平線でやりたいことをやってる人なんですけど、はい、お悩みをね解決していく YouTuber さんがいるんです。ほう、どんな YouTuber さんなんでしょう。これね、配信されてる方がカルエド将軍という方なんですけど。おお、将軍。はい、このね、ガイエカルエド将軍という方がいて、お悩み解放戦線っていうチャンネルがあるんですよ。はい。ガイエさんとは一切関係ないですよ。一切関係ないですからね。一切まるで全く関係ないですからね。大丈夫です。
大丈夫ですよ。あの、この配信はプロモーションを含みませんので、大丈夫です。はい。ガイエさんと声は異様に似てますが、別の方です。はい。もうね、この人のね、あの、悩みを解決するポテンシャルの高さにね、もう脱帽ですよ。いやー、そうですよね。実は僕も一回解決してもらいましたよ。あ、僕も解決してもらってますよ。おお。はい。ねえ、どんなお悩みだったんですか？ちょっと覚えてないですけど。え？ひどいやっちゃな、マジで。いや、あの、配信に載ってるお悩みは覚えてないです。おお、はい。でも、それとはちょっと別のところで、カルエド将軍には、お悩みは解決してもらって、それの内容は覚えてますよ、ちゃんと。おお。なんか疲れを取る方法を聞いたりとかね、いろいろしたんですよ。あ、なんか、そんな話があった気もしますね。はい、はい。ガイエ・カルデル将軍のお悩み解放戦線を聞くためには、まあ、YouTube で、お悩み解放戦線と、検索かけてもらえば多分見つかるはずです。そうです。そして、配信状況がわからないと思いますので、公式 X のアカウントもありますので、そちらをフォローしていただくと、配信されるときはちゃんと告知ツイートがされるので、その時はその時間にね、家で YouTube 起動していただいて、カルエド将軍の華麗なるお悩みさばきをね、ぜひチェックしていただけたらなと思いますね。はい、そうですね。よく来てくれた。ようこそ俺たちの船。来てくれ、聞かせたいものがある。俺たちが今まで集めた雑談だ。取引しよう。これをあんたらにやる。俺たちも手に入れる。あんたらというお宝。週末の全裸ディナー、毎週末に各種媒体で不定期配信中。取引だ。時刻は22時15分を回りました。ここでお知らせです。2022年1月になんとあのインキャメンヘラアラフォー男子ロボアットジンマー氏がポッドキャストを始めることにしました。飽き性で気分屋な性格、友達もいないため一人でやろうと決意。暇すぎて寝ることにも飽きた方がいましたら、ぜひお日様ポカポカラジオと検索フォローをお願いします。何か元気になる動画を出してよ。しょうがないな、バラタ君。とりあえずこれを聞いてみなよ。バラ色つれつれライフ。なんだかわからないけど聞いてみるね。元気になるかどうかは別として、とりあえず聞いてほしい日常系お悩み相談レイリオ、バラ色つれつれライフ。 Spotify と YouTube にてだいたい各週金曜日20時に配信中。ちなみに話戻すんですけど、はい、そのどうなんでしょうね、そのこのお便りくださったガイエさんは、はい、その女の子同士が多分お互い忖度なく言い合う、なんか相手のことを変に気遣ったりせずに、なんかバシバシ思ったことをバシッと言って、それでまあ喧嘩漫才するみたいな関係性が多分いいんだろうなって思ってるんですけど、はいはい、チャワさんってそういうのってなんかこういう女の子同士の関係っていいよねみたいなってあったりします？え、それ僕に聞くんですか？いや、だって多分ガイエさんがそうやって押してくれてるってこと、そういう話も多分聞きたい思うんですよ。ああ、僕はですね、女の子同士のどういう関係が好きかですよね。ああ、そうですね、平たく言えばそうですよ。ね、東子さんは家事ができないという漫画があるんですよ。ほう、東子さん。これですね、東子さんっていうね、あの、お姉さんのところに、女子高生の主人公が転がり込んできて、うんうん。まあ、そこで、一緒に生活するっていう漫画なんですけど、うんうん。まあ、東子さんが、まあ、えぐいほど綺麗なんですけど、はい。もう一切、もう家事が何にもできないんですよ。うんうんうん。で、女子高生の方は、もうむちゃくちゃご飯作るのとかも得意ですよ。おお。で、この女子高生あかりちゃんっていうんですよね。はい。
あかりちゃんとこのトウコさんの関係が僕はもうすごい好きです。じゃあそのトウコさん、めっちゃ美人だけど家事全般がダメダメなトウコさんのもとにこのあかりちゃんがやってきて、いろいろまあお世話してあげるじゃないですけど、あの面倒を見てあげるような、トウコさんが仕事もめちゃくちゃできてめっちゃ美人やのに家事できひんっていう、あそこはできひんのやっていうギャップがあるお姉さんに、世話を焼きながらもちょっとその仕事してる姿とかを見て、トウコさんにこうあかりちゃんも憧れてるんですよね。ああなるほど。この二人の関係がいいんですけど、はい、もう絵もめちゃくちゃ綺麗で、これ春川陽さんっていう方、陽さんかなっていう方の漫画なんですけど、うんうん、もう引くぐらい絵が綺麗なんで、はい、もうこれね、もう理想のカップルですよ。おお、そのお互い、まあ瞳子さん足りないところを会社が補うし。で、その、あかりちゃんは、トウコさんのことを尊敬していると。こんな風になりたいなと思っていると。そういう関係ってことですね。はい。ああ、なるほど。いいですね。ゆういちろうさんはあれでしょ？暇作でしょ？そうですね。あの、ゆるりのね、暇作ですよ。ね。まあ、そういう意味で言ったら、僕はあの、ガイエさんの、倉持メルトさんと石上のぞみさんの関係性は近いかもしれないですね。ああ、そうですね。はい。もう本当に気の受けない友人っていう関係は僕も見てて微笑ましいなって思います。まあ、なんか、ゆるゆりで言ったらどっちかというと、あの、年の京子とあの、誰やったっけ杉浦綾乃？あ、そうそうそう。ね、あの、安心アンコールワット杉浦綾乃と年の京子みたいなね。こちらなんかぽいですね、はい、そうですね、はい、もうこれがね、もうガチユリ好きの、チャーさんのね回答でした。はい、年の京子だけは名前がスッと出てくるいいキャラですよね。年の京子ってね、作中でも何回も言われますからね。はい、そう、年の京子って全部あの年以外、最初の出だし以外全部あの王で終わるってところもね、こう言いやすさがありますよね。言いやすいですね。いや、やっぱ名森先生は天才ですわ。名森先生はすごいですよ。本当にすごい。はい。で、今回名森会でしたっけ？今日は違うんですよ。今日はあの打ち押し第1回目ですよ、ショートで。そうですね。もうショートと言えないぐらい喋ってますけどね。はい。まあ、ショートなんてこんな感じでね、もう終わりましょうよ。はい、そうですね。これ、ガイエさん来てくれてたら、3時間コースでしたね。というわけでですね、このようにですね、うちの推しを聞いてくれ、自分の好きなものをですね、書いて送ってください。で、ある程度長文いただけると嬉しいです。あ、いやいや、別にいいですよ。もう、ザクッとで。サクッと話してくれたら、もうこっちで勝手に話広げるんで大丈夫ですよ。はい。だからちょっとチャーからのお願いでしょ。あの、それがなぜ好きかとか、どこが好きかっていうのを、こう一言でいいんでさらっと書いてくれると、僕らも、うん、あ、こういうところがいいんだなっていうのを理解して、こう発信できるので、そういうのをちょろっとつけてくれるとありがたいです。はい。あ、確かに推しポイントっていうのはね、ちょっと教えてほしいです。ただし、ちょっとね、あの、アダルト系のコンテンツはちょっとなかなかね、このうちの番組で紹介しにくいので、ちょっとアダルトコンテンツ以外でお願いしますね。はい、公序良俗に反しない限りは紹介いたします。はい、この番組での公序良俗は、ゆういちろうさんです。はい、一応僕がジャッジするので、ちょっとエッチなゲームぐらいやったら大丈夫です。ちょっとエッチなアダルトビデオはどうですか？アダルトビデオはね、ちょっとあの、紹介文と推しポイント次第ですね。はい。らしいです。あの、AVOK らしいです。はい。ちゃんとね、ちゃんと押してくださいね。あの、絡みのここがいいとか言われても、マジで紹介できないんで。はい。あの、僕はちょっとエッチなアダルトビデオっていう謎のワードに対しての突っ込み待ってたんですよ。真剣に審査。お前、ちょっとエッチって何やねん。
もう全部エッチやないか。というわけで、また皆さんのお便りをお待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、また次回も聞いてください。